おいすこんにちは、アムリです。今回は両面スクナの編成に入ってくる最強サーブ10選ということで10体厳選して紹介していこうかなと思います。ちょっと10体に絞っちゃっているのでもちろん紹介できないキャラクターもいたりはするんですけども、まあよく使われてるよねっていう、僕も使ってたり、あとはみんなの編成も見せてもらった上でこのキャラよく使われてるよねっていうキャラクターに厳選してますのでね。で、相方となり得る虎杖悠仁君はちょっとあらかじめ言っておくと入っていないですね。虎杖の変身の方ですね。変身して少ないになる方の虎杖君は今回は相方として、カウントしてて入っていないので、そこだけ把握のほどよろしくお願いいたします。はい、ということでじゃあ、リーダースキルだけ簡単に確認しておくと、闇5個以上つなげれば 81% 軽減で50倍出ますよと。で、ここで1000万で火を消せれば4加3入ります。なので、まあ、少ない同士で合わせるんであれば別にリーダースキル条件誰でもキャラクター入り得ますので、属性違おうが何だろうが入ってくるよっていう感じですね。うん、まあその中でも使われてるキャラクターになります。ということで、じゃあ1体目いきましょう。はい、まずはまあ、最もよく見るであろう、ゲトーくんですね。ゲトーすぐる。25ターンで闇か回復が各5個以上あれば変身可能になっておりまして、ヘイスト5ターンというところが、まあ、結構ね、スクナを変身してその後を打つのにもいいし、スクナの変身ターンを稼ぐのにもいいよっていう感じですね。他のキャラクターの変身にも役立ったりするのは強いと思います。変身後は L 字持ってますよ、10強インカゴで火力出しますよ、で、第3属性まで持ってますよ、で、L 字あるのでアシスト無効とかをね、解除を担当することが可能になってます。スキルが結構特徴的で、1ターンスキルで3ターン後発動の3ターン後に無効貫通、吸収無効、で、悪魔タイプの攻撃力5倍ということで、まあ、かなり強めのスキルになってます。自殺スキルになるので、ちょっと使いづらさはもちろんあるんですけども、ここで打てば、ここで発動するよねっていうのが、ある程度、明確になっていれば、かなり扱いやすくなってくるのかなと思います。それに、上でね、軽減ループにしたりだとか、あとは、ダメージ吸収枠にすることもできるし、まあ、もともと吸収無効枠か。とか、あとは自動回復ですね。スクナとかが、スクナ同士で合わせると回復作れないよっていうので、リジェネループする編成もありますので、まあ自動回復ピトーの武器をつけたりとか、まあそういうのもありかなっていう感じですね。あとは超装か。はい、相方に置いてる編成を見かけたりはするんですが、まあ一応サーブとして今回はカウントさせていただいております。次行きましょう。はい、続きまして、伏黒恵みの転生進化の形態になります。まあ、スクナの編成って大きく分けると2パターンあるかなって思ってて、伏黒恵み2体で闇と回復を取り出していく編成か、バツマルくんとか、イタドリくんとかのスキルを活かして回復を自力で生成して回復していくか、みたいなね。まあそんな感じですね。うん。まあ2種類かなって感じですけど、まず、伏黒恵みがバインドスキルプラス封印回復で、闇コンで火力持って10強で火力出す。インカゴも聴覚になりますよ。無効貫通もあったりします。まあ転生進化ということで、ステータスの高いっていうのがやっぱ伏黒の強みかなって思いますね。今回、新境長という最新の高難易度ダンジョンが出てますが、神タイプ 1.5 倍 HP 乗りますので、まあそこでも活躍が見られたかなって感じですね。そもそも素で高い HP がより強いですね。第3まで闇持ってるし。で、スキルが25ターンのスキルヘイストからの進化で、4ターンスキルでロック解除、2ターンの間、闇回復の2色ルーレットですね。これがすごいね、めちゃめちゃ強いです。回復の次って、まあ、順当にいけば火になるはずなんですけど、次いきなり闇になるので、もうすごい取り出しやすいですね。うん。もう闇ドロップひたすら取り出せるし、回復もできるしっていうところで、かなり強めのスキルです。で、さらに操作時間も上げてくれるし、自強化も上げるし、上限値も上げてくれるんで、まあ、主に伏黒2枚で、ね、編成に入れてあげて、ループするのが、まあ、主流なのかなって感じ。まあ、もちろん1枚でも、他に回復生成枠とか入れてあげれば何とでもなるんですけど、まあ、2枚入ってる編成の方がよく見かけるかなって感じですね。うん。なんで、まあ、2体引けたら入れてあげればめっちゃ強い編成になるかなと思っております。はい。ということで、以上、伏黒恵みでした。次行きましょう。はい、続きまして、メイメイさんですね。これは欲しい方多いと思いますが、スキル3つあって、24ターンの闇と回復と猛毒を10個ずつ作って2ターンヘイスト。めっちゃいいよね。この変身条件ないわ。このスキルが、ゲトーとかの、変身とか、あとは、スクナのね、変身条件にすごくうまく噛み合うので強いです。変身後は闇コンボ強化で火力出すよ。10強も持ってるよ。L 字でアシスト無効もなんだったら対応できるよって感じですね。今回闇属性の、まあ、ゲトーにしろ、メイメイにしろ、L 字を持ってるキャラクターが増えたので、まあ、覚醒無効解除枠がね、結構この辺は持ったりするんですけど、それ以外が持ってるっていうのはすごくいいとこかなと。で、インカゴもシンクロ覚醒にあります。
で第3属性まで闇持ってまして、3ターンスキルがすごい強くて、1ターンの間上限値が90億、まあこの辺はねよくいるねって感じですけど、操作時間 HP を2倍してシールド破壊、まあ、あとは毒作るよ、猛毒か作るよって感じなんですけど、これを3ターンという短さでやってのけるのがメイミーさんのめっちゃいいとこですね。シールド破壊って高難易度攻略行く上ではやっぱ速度を出すんだったら結構欲しいっていう感じの性能になってますし、あと最大 HP の変更ですね、これね半減させてくる敵最近増えてますから、そこでも強いし、もしくは敵の強い攻撃とかをね受けるのにも使える。これをね3ターンでやってのけるのはすごい破格、もう正直もうぶっ壊れって言ってもいいぐらいの性能になってるのかなと思いますね。持ってなかったら絶対僕は追いますね。これだけ引けてなかったら絶対追ってますね、うん、っていうスペックだと思います。まあ今回はスクナのテンプレで紹介してますが、別にスクナ以外の闇パにも全然入ってくるような性能になってます。次行きましょう。はい、続いて神結び、まあこれ評価だいぶ上がったんじゃないかなっていうね、うん、まあ今回神タイプの鬼神協調のおかげっていうのもあるけどって感じですね。回復ドロ強プラス、そもそも素で3つ持ってます。10強プラ無効貫プラあって、聴覚にも一応無効貫通あるので、火力もまあ出るっちゃ出るって感じですね。うん、まあ回復ドロ強でさらに回復力を盛ることも可能で、4ターンで覚醒無効剣全部回復して回復も4個作るよ。これがね意外と少ない編成、自力回復型とかだったら便利だったりするかなと思ったりしますね。うん、あの板取りとかバツ丸の上からスクナをかぶせると回復がなくなっちゃうケースもあるので、さらにね回復を供給するっていうので神結びは強かったりもする。で全ドロキャも意外とねありがたかったりしますね。で今回こいつが使いやすくなったのが、まあもう一点ありますよと、先ほどからちょっと触れてるんですけど、 L 字ですよね。要は覚醒無効の回復に基本的に L 字を持ってるキャラを選ぶんですけど、今回ゲトとかメイミとかがアシスト無効対応してくれてるので、別に L 字持ってない覚醒無効の解除のキャラクターでも全然 OK なんですよね。なので神結びが結構筆頭候補で上がってくるって感じですね。うん、これはねすごくいい相性の良いキャラクターを見つけたかなって感じですね。うん、神結びはすごい評価が上がったキャラだと思います。持ってなかったらめっちゃ欲しくなると思いますね。次行きましょう。はい、続きましてビレッタヌーですね。先ほどの神結びとまあ比較になるかもしれないですが、こっちは L 字を自分で持ってますよっていう方ですね。まあゲトーとかメイミーとか入れてあげればそっちでも L 字できるよって感じにはなるんですけど、さっきの貝結びと違ってこっちは回復ドロ強と L 字をね一緒に持ってます。なんでまあ火力は貝結びの方が出そうと思えば出るかなって感じですけど、まあアシスト無効解除とかはもろもろはこっちが対応できるよっていうような性能ですね。普段の編成であれば、今までの編成って言った方がいいかな、今までの編成であれば、ビレタヌーの方が結構入れやすかったっていうのはあるんですけども、L 字がいっぱい生まれてきたのでこいつじゃなくても良くなったっていうのもありますね。うん、であとは5ターンスキルで回復力の半減ありますけど、まあ要はデバフの分厚きって考えたら強いし、前衛波は強いですね。 2.5 倍、この辺は結構最近のギミックでサブ攻撃力下げられたりとか単体で攻撃力下げられたりとか、その辺を返せるのは強いと思います。あとはまあ毛羽角解除って感じですね。貝結びは4ターンに対してこっち1ターン重ための5ターンなので、うん、まあそこら辺の違いはあるよと。その代わりスキブ潜在こっちは振れるんでね、スキブ最大9にすることができます。アシスト無効とかはまあ別で振ればいいんでね、うん、なんでまあその辺はビレッタの強みにはなるかもしれないですね。はい、そんな感じです。次行きましょう。はい、続きましてバツマルくんですね。まあ代表格でしょうと、まあほぼほぼ確定で入ってるんじゃないかな。高難易度とか特にね、周回レベルにするんだったら20ターン HP1 にしながら変身、これがね虎杖君との相性がいいですね。スキブ3持ちです。変身後闇込んで火力盛るし、10強無効貫インカゴで浮遊でさらに火力を持ってくれます。第3まで闇もらえてますし、2ターンスキルが強すぎる。最上段横一列は回復、最下段は闇へ。2ターンなりサブの上限値が70億が、これが要はループしますよと。でフレンド枠とか少なでね合わせる編成とかであれば、基本リーダーフレンドもずっと上限値解放125億とかやってきたりするので、サブはもうバツマルくんに任せると。バツマルくんはやばいですね、本当に。まあなんとなく予感はしてたよね、なんかこいつ虎杖くせえみたいなHP1 にするっていうね、まだ呪術廻戦コラボっていうのが発表される事前からなんか匂うなみたいな、なんかこいつ虎杖くせえっていう感じだったんですけど、まあそもそもね虎杖抜きにしてもこいつのスキルはやってることやばいので、まあ今後の闇場もね支えてくれるような存在になってくれるんじゃないかなと思います。まあ交換した方はめちゃくちゃ喜んでるかな。ワンチャン2体使う編成もあったりしますね。はい、次行きましょう。はい、続きまして夏休みみなかの闇進化ですね。闇分岐進化って感じです。究極進化かな。スキムの数は一応最大で4つ、10強6個にできるんですよね、これ聴覚で。まあ無効貫通プラもできますけど、回復ドロ強も持っているので回復力をさらに持ったりするのにも強いぞと。で第3属性まで闇持ってて、スキルが
7ターンスキルで2ターン 60% 軽減ですね。ちょっといざという時の耐久に強いよと言った感じですね。で、さらに2ターン吸収無効やってくれますので、まあ基本ゲトウが吸収無効としては入るケースが多いかなと思いますが、まあ編成によってはゲトウくんの上メインで微動武器とかつけてあげて自動回復のループにさせたりとかいう役割を変えて運用するケースもあるので、そうなった時の吸収無効枠っていう感じにはなってくれるのかなと思いますね。はい、ということで次いきましょう。はい、続きまして吸収無効つながりで拝ババと孫、まあ要は伏黒当時ですけど、スキブ2個あって10ターンでちょっと特殊ですけどバトル3以降で変身可能ですよと。なんでまあ初手の吸収無効っていう面では武器で対応してねって感じになるんで、まあちょっと使いづらさはあるかなと思いますけど、まあ変身してしまえばめちゃくちゃ強いんで、2ターン並走スキル、スキルじゃねえわ、変身はすごくいいですね。変身後は雲と操作これ両方持ってるし、で、インカゴ持ってるし、10強あって、無効感7強プラもシンクロにあって、めちゃくちゃ火力覚醒高いです。で、副属性のみなので、まあ、種属性1個分の火力で出していけると。で、今の伝わったかな。まあ、1個でもう、なんだろう、3分の1とか10分の1とかに下がったりしないよって感じですね。で、3ターンスキルが2ターンの間、自強が2倍。さらに上限値を180億、まあ、1まで出していけるので、カンストを狙いやすいですね。2ターンの間、ダブル吸収無効って感じになってるので、まあ、めちゃくちゃ強いですね。うん。まあ、基本、やっぱりゲトウが吸収無効っていうね、先ほどと被るんですけども、吸収無効はゲトウがやったりするとは思いますが、まあ、上のスキルでね、活かしたいよっていうのもあるし、あとやっぱり、初見とかで行くダンジョンでは、うわ、吸収無効来たわ、ゲトウ今から撃たないといけないわってなったら、3ターン待たなきゃいけないからね。まあ、それが結構渋いんで、まあ、即時でね、吸収無効やっていけるよっていう、不思議当時はかなり強いし、便利かなって思いますね。うん。火力枠にもしっかり貢献してくれるんで、めちゃくちゃ強いと思います。はい、ということで次行きましょう。はい、続きまして、酒井雄二くんですね。こいつ、なんかね、めっちゃ入ってくるね。やっぱ軽減枠としては、まあ、所持率が高いっていうのもあると思うけど、かなり見受けられました。酒井雄二くん、究極進化ですが、スキブ4つあって、チーム HP もおりますよ。で、アシスト無効も一応可能ですけど、まあ、無効貫通で火力出したりするケースが多かったりするかな。で、T 字もあるのが、スクナもね、5個消しでリーダースキル発動しますから、意外と相性は良かったりします。まあ、主に列だったり、無効貫通で組むことが多いんですけど、一応5個でね、火力も出せるよっていうのは、まあ、そことの相性もいっちゃいいって感じですね。で、6ターンスキルは軽減ループからの2ターンの間は上限値が90億と持久化2倍なので、打ったターンは、まあ、かなりね火力にも貢献できますよって感じですね。まあ、場合によってはちょっとそこを軽減スキル打つタイミング合わせて、敵をワンパンしたりとかそういうのもあったりしますね。うん、これはね結構持ってる方も多いかなと思いますので、とりあえず耐久値を盛りたいんなら酒井雄二君入れてあげるとかなり強いと思います。次行きましょう。はい、ラストですかね。セルティストルルソン、首なしライダーですね。まず、雲操作が素持ち。スキブ4つあって37ターンの2ターンヘイスト変身。で、変身、バイクになっちゃった。ちょっと待てよ。今、武器になっちゃってるんですよ。変身後に関しては、雲操作が持ってて、インカゴ持ちで、10強プラと無効感プラとシンクロにさらに10強あって、火力覚醒かなり高いぞと。で、第3まで闇持ってて、5ターンスキルで5ターンの間上限値60億がループしますよからの、5ターンの間 HP40% 回復の操作時間も 1.5 倍、ここもループしますよっていうスキルになってるので、リジェネループ型の少ない編成にはすごく便利かなと。だから少なで合わせる場合ですね。少なで合わせた上で、セルティを1枚噛ませて、吸収じゃねえわ、自動回復で HP を保っていくよって感じですね。うん、操作時間もね、なんだったら上げてくれるんでね、その辺も便利かなと思います。まあ、少ない編成だと、なんかもうほぼずらしになったりするケースもありますけどね。はい、まあそんな感じになっております。うん。以上、10体を今回は選ばせていただきました。全部紹介したよね。まあ忘れはないと思います。順番はちょっといろいろ入れ替わりでやってましたけど、はい。ちょっと僕が選んだのはこの10体ですね。他にも、ちょっとこれ言われそうなんで言っとくとですね、ハーデストラゴンはどうなんですかとかね。ハーデストラゴンに関しては、まあ、新境長においては最強サブだと思います。はい。まあ、今回は、ちょっと汎用的っていう意味も込めて、ハーデストラゴンは入れてはいないですね。まあ、こいつは新境長でこそ強いぞと言った感じですね。あとは、まあ、ミラボとか入れるかなって思ったのは、生成枠として非常に優秀だよっていうので、まあ、ミラボレアスも入れようかなって思ったりしたのと、他はね、ゼルクリア。これもね、ちょっとめっちゃ入れようと思って、最初入ってたんですよ、ゼルクリア。
一応まあ光属性ではあるものの、副属性とかだけでも闇にしてあげて火力出すよっていうのに使われたりとか、やっぱスキルが強いですね。もう2ターンスキルで初っ端から HP1.5 倍しながら覚醒無効を消せない解除できるんで、めちゃくちゃ強いです。最後スキル進化すると場面76にもしたりしますけど、うん、なんでまあゼルクレアも全然強いと思いますね。はい。ただまあイタドリと合わせた場合、闇属性のとかいう条件が加わっちゃうので、一応抜いてますけど、まあ副属性不要でどうにもなりますね。あとはマコラとかですかね。もう一体いるな、マコラと。マコラはまあ火力めちゃくちゃ出るよって感じなんで、うん、まあ回復ドロキョウとか不要であれば、とにかく火力が必要なら入ってくるかなっていうのはあります。で、あとはゴアマガラ。似た感じですけど、こいつも要は覚醒無効解除しながら火力を出すキャラですね。雲操作が素持ちなので、その辺もありがたかったりします。はい。まあ、頻繁に見ることはあんまないかなって思ったんでね。たまに入ってるのは見るなって感じだったんですけど。はい。まあ、ちょっとセルティもね、そんな別に頻繁に見るわけじゃないんですけど、個人的にやっぱこいつは強いなって思ったんで入れております。うん。そんな感じですね。ということで、今回この最強サブ10体を紹介させていただきました。他にもですね、このキャラが使えるよとか、まあ特に汎用的に使っていけるキャラですね。どんなダンジョンでもまあこのキャラ言っとけばとりあえず強いよねっていうキャラがもし他にいましたらコメント欄で教えていただければなと思います。はい、ということで、ね、少しも参考になった面白かったよって方は高評価、チャンネル登録よろしくお願いいたします。ご視聴ありがとうございました。バイバイ。